セルビア公国は、セルビア帝国が崩壊した後、1371年に、ラザル・フレベラノビチが最有力君主となって成立した国家。村と一世と差し違えたと伝承される、ミロシオビリチ1371年、ネマニッチ朝が断絶して、セルビア帝国が崩壊し、ラザル・フレベラノビチが、セルビアの最有力の君主となった。 1386年、ラザルはオスマン帝国の村と一世から侵入するように迫られたが、これを拒絶してセルビアの独立を保とうとした。このため1389年、村と一世率いるオスマン軍とコソボの戦いで、セルビア諸侯と連合軍を結成し奮戦したが、戦いはオスマン軍の優勢に進み、ラザル自らが捕虜となった。 離脱と降伏を装ったセルビア貴族、ミロシオビリチによって、村と一世が暗殺されたため、その報復として、村と一世の後を継いだ、バヤジト一世によりラザルは処刑された。生き残った、ラザルの息子ステファン・ラザルビチはバヤジトに侵入し、1402年以降、セルビアは、オスマン帝国の属国として存続することとなった。ラザルビチ及びその上にあたるジュラジ・ブランコビチは、 南のオスマン帝国、北のハンガリー王国との間で巧みな外交政策によって名脈を保った。ジュラジの死後は政変が相次ぎオスマン帝国はそれに上ずる形でセルビアを徐々に併合していった。1456年からベオグラード包囲戦が始まり、1459年6月に首都スメデレボはオスマン軍によって占領され、 セルビア公国は滅亡し、これにより中世のセルビア国家は消滅した。以後、セルビア人国家の再建は358年後の1817年まで待たなければならない。ありがとうございます。